心しろ。天蔵？戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。不可に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。伝蔵、汚れてない布はあるかい。俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。フカが待ってる。お主の家か。貸してやってる。フカだ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら党に取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。フカ、恩に着る。足をすくわれないようにしな。そして耳を切り、鼻を削ぐ。しまいには唇まで。非情な男なのさ、黒手の陸ってのは。呪われてる。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。
しかし、あの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一平を斧が下辺へと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が名をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、万の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の頭は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、ましらと共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に陸はましらの鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。壱岐のクロード様を知ってるか。壱岐の何だと。俗を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で穂村のような眼、獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。目が利くね。あんたの太刀、この俺が鍛えてやろうか。弓を強くするかい。もうこう任してやれ。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。
猛虎に奪われちまった。皆は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。あの子の泣き声が聞こえる。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。戦いたいのか？さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か？敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。あれはいい策だったな。真面目にやってくれよ。いいんじゃねえか。あと少し稽古した方がいいな。
弱き木や夕日もまとう岩羽も静けき水に思い静まる。しばし座りましょう。力は我らの周りにございましょう。お優しいこと。元服されてもまだ岩にはなれぬのですね。息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら百人力だ。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ、その噂まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。枯れ木のごとくハーンをへし折ったそうだな。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木だふれがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。誰がクロードを偽っておる。ムロデは血に染まっておるぞ。いずれ見つかる。父という過ちの匂いを放っておるからな。逃がしてやる。木の端が食い込んで痛かった。死を覚悟していたよ。道中気をつけよ。
クロードの野営だな。飲み干しておる。まだぬくい。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が、なんと、さあどこへ逃げる？追いかけるか。正体を暴いてやる。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。てめえ、やるな。クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日狐人に襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の。一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。待たせたな。お前は、酒井様。ここ
から出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様、猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では壱岐のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます。お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです。万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして壱岐なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、壱岐についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。壱岐に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。壱岐に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからは賢治。クロード様はこちら。ああ、合点です。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の津のドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すって言うから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくてはならないんですよ。独者に話をつけねばな。助けてくれます。尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという独者には会っておきたい。あの馬はどうした。ミオは
百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。毒蛇は叔父上から追われておるみ、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを百戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、毒蛇はあっしらのような男を嫌うんです。というと？だから豪の者。おかしいです。いや、とにかく毒蛇を怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。おい、明日だ。息のクロードだ。毒蛇に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。多弁も引か。金はどうした？お主が博多の角毒蛇か。ケンジ、こいつは誰だ？友です、酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の名を汚すならばその手を切り落とすぞ。いや、戯れ上手なんです。戯れではなかろう。それで侍が俺に何の用だ。ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです、足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。そうか、害を通すならばその首鎌倉に送ろうか。父子のような話しぶりではないか。ちょっとちょっと、お二方、足の借銭ですが。譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。所詮侍は侍のようだ。酒井忠と何も変わりがねえ。賢治、下がっておれ。待って、話し合いましょうよ。味方はよく選ぶことだ、酒井。侍との刀比べは久しいぞ。それではこやつと同類、毒蛇と共に本土へ行け。そしてその後、近くの寺に詣で父上に詫びさせよ。よし、寺には行ってやる。だがこの島からは誰も出られんぞ。実は太田家族に海図を盗まれちまってな。
唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。本土への道もだろう。ああそうだ、猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。俺が取り戻す。近くの野営にあるはずだ。ついでがてら探してほしい絵がある。俺のもんなんだ。もしや値千金の絵？本土までは長旅になるだろう。まっすぐ舵を取るにはな、あばら骨の痛みを忘れさせてくれるもんがいるんだよ。探してみよう。本土へは賢治も乗せていけ。そして二度と息に戻るでないぞ。わかったよ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。やりとした。毒蛇も懲りたはずだ。まずは荷を取り返す。僕に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。己が父のように堺の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。万兵の数が多いな。足がここに乗ります。何かあれば合図を出します。牛が進むべき道と。そうだ、何だ。一人前の男として坂井家を守り。それは父の言葉である。己の答えを申せ。情け、弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。叔父上。Perdiu! Perdiu!毒蛇の海図を見つけた。
この絵、文字があり、可愛い独者に捧ぐ。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。間に合ったか。よくやった。すべてあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あの絵、無事にお供になりますね。いいか、詮索だけはするなよ。あしらの前に着いた人は？ん？乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしても、せいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます？時期だ。あとはお前だけ。よいか。息に戻れば命はないと思え。ああ、心に留めておくさ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。では、これでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしやあっしとお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。心が弱っておるぞ。どれが幻で誠なのか、もはや見分けられまい。命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。